京都長岡わらび取り殺人事件とは、1979年5月23日、長岡京市内にある、長岡天神駅前のスーパー、泉屋、でパートをしていた、主婦二人が、仕事終了後に近くの山の竹林に、わらび取りに行ったまま消息不明となり、二日のちの25日、山頂付近で遺体となって発見された、未解決事件である。事件発生前、二人の主婦は、パート終了後の10時頃、そのまま自転車で同志奥海印寺の、通称、野山、にわらび取りに出かけた。野山は近所の人が山菜やタケノコ狩りを、ピクニックがてら家族で楽しむような場所である。しかし何度もわらび取りに出かけていたはずの、明石さんと水野さんは、そのまま消息を絶った。そして、死体発見がされたわけだが、遺留品は奪われておらず、それどころか、現金や腕時計など、身につけていたものまでもが、奪われていなかったのだ。検視の結果から、二人は昼食の弁当を食べた正午過ぎから、14時半の間に殺害されたと判明した。明石さんの開いていた、ジーパンの右ポケットから、追われている、助けてください、この男の人、悪い人、と紙の裏に鉛筆で、走り書きされているものが見つかっている。だが、どちらの荷物にも、衣服のポケットにも、メモを書いたと思われる鉛筆が、その場では見つからなかった。警察は徹底して現場の山道の表層土砂を、全部ふるいにかけ、メモを書いたのに使用されたと思われる、鉛筆の芯、先の部分、を遺体から、約17メートル離れた土砂の中から発見する。しかし鉛筆自体は発見されなかった。そして、二人の遺体の状況と死因は以下の通りである。明石英子さん、当時43歳。全身約30箇所の皮下出血、剣や蹴り上げられたような跡があった。左右頸9本の肋骨が折れ、肝臓が破裂。シャツに乱れがあり、きちんとジーパンを履いていたが、犯人のものと思われる体液が検出された。また直接的な死因は、首を両手で絞められたことによる窒息死と断定。水野恵子さん、当時32歳。約50箇所の皮下出血、剣や蹴り上げられたような跡があった。O 型の血液型と特定された体毛が付着していた。胸を刺傷したことによる失血死。胸には肋骨を切断して、心臓から肺にまで達する、包丁が突き刺さったままだった。発見当時、下半身の下着が引き裂かれて、ジーパンや靴が遺体近くに散乱しており、性的暴行を受けた可能性も示唆していたが、体液は検出されなかった。府警捜査本部は捜査員、延べ約2万5千人を投入し、徹底した捜査を行った。犯行現場は、殺された主婦たちのように、ピクニックがてら山菜採りに、地元の人が訪れているようなところではあったが、犯行発生前から木や竹が生い茂り、昼間でも薄暗いところが多く、レイプ事件も発生していた。犯行当日は山菜採りシーズンだったので、15、6人が野山に入山しており、車両も5、6台駐車していたという。また近隣の宅地造成地があったため、大阪府豊中市から40数名の作業員が工事に携わっていた。これらの人から、いくつかの証言が得られるも、直接の犯人逮捕には結びつかず、有力な手がかりも得られないまま、1994年5月24日に公訴時効が成立した。時代も時代なため、科学捜査技術も未発達ということから、犯人の行方というのはつかめなかったが、もし、昨今の時代でこんな事件が起きていたら、もしかすると解決できたかもしれないので、犯人の逮捕ができなかったのは、警察としても、被害者遺族としても無念である。